はい、トライアングルストラテジー続きからやっていきたいと思います。前回はね、ソワを見て終わっちゃったので、ちょっとストーリー進めていきたいですね。父上、未だお目覚めにならないか。相談したいことが山ほどあるのだが。セレノワ様。父上に弱音を聞かせてはいけないな。しっかりせねば。ご当主様、ベネディクト様、ご来客です。誰だ。シルビオ・テリオール様です。セレノア様に折り入って話があると。御三家の一角、テリオール家の当主が。すぐに向かう。通しておいてくれ。はい。次から次へと舞い込みますな。まったくだ、休む暇もない。セレノア様、あなたは当主としての務めを立派に果たしておいでです。シモン様もその姿を見れば目を細めて喜ばれるでしょう。お前が支えてくれるおかげだ。引き続き頼むぞ。お父さんは大丈夫なのかしらね。そこが私は心配だわ。このままお亡くなりなんてなったらもうね。あ、天秤するみたいよ。うわぁ、どうしよう。ちゃんといい絵わかんないの。何がだって正解がわかんないもんな。グリンブルク王国御三家で手を組み、王国への抵抗を宣言する。それがあなたの希望ということですね、シルビオ殿。さよう。この戦いの大義は我らにある。だが王国を恐れるあまり拳を振り上げられない者もいる。彼らを束ね強い力を生むためには御三家という太い絆が必要だと思わんか。テリオール領はすでに戦の準備を終えている。我が領に集い反撃ののろしを上げよう。え、なんで、でも別にそのなんでそっちの領に行かなきゃいけないの。もちろんロラン王子の安全も保証します。なるほど、悪くない策です。何より戦の準備ができているのはありがたい。御三家のもう一角であるファルクス家、ランドロイ殿はどうだろうか。彼は断らないだろう。グリンブルク王家に熱い忠義がある。ええ、炎徹大戦で得た豊穣な地で散々良い思いをしたのは彼らですからな。炎徹大戦を終結に導いた御三家が再び結集するか、願ってもない申し出だ。また我らに力を貸してくれるとは。確かに助けは必要ですが、まだ戦うのですか。おや、あなたの兄上の暴挙が掘ったんですよ。よく人事のように言えますね。ちょっとやめてくれる、そういう言い方するの。彼女は私の言い名付けです。エスフロスト公国の横暴とは無関係だ。そうでしたね、失礼しました。ちょっとシルビオ嫌いだな。しかしあまり時間はございません。ここで返事をいただきたい。シルビオ殿の提案に乗るか否か。どうなさいますか。新年の天秤を出してくれ。みんなで議論しよう。別に乗ってもいいけど、なんか信用は正直できないよ。ああ、もう男子、あ、でも、ごめんなさい、女子一人いた、向こうに。あ、でもそういうこと？男子対女子みたいなもんだよね、実際。あ、でも、保留もいるよ。うん。ってなってくると、私はだから反対派の意見をちゃんと聞きたいなって思う。セレノア殿。
いやマジでそれテリオル家の忠誠心マジで疑わしいと思う。説得はしない別に。セレノワ様。え、でもさ、これその説得するワードって私持ってんのかな。私は、いや私もそれだと思ってる正直ね。うん、かえって悪い方向に走るんじゃないかなって。だってさ、あの人言っちゃ悪いけどずっとうじうじしてたじゃない。その時点でちょっと信用できないよね。外行った方がいいのかな。外行ってみる。あ、出れる出れる。ちょっと行ってみよう。外行ったらいろいろ情報が集まるかもしれないし。いやーちょっとな、だろうな、信用に値しないよな。わかる、わかるの。しかもなんかそこなんかちょっと地味じゃない。どうしたの。なるほどな。これだな、子供が一番かわいそうだもん正直。そうだね、頑張れおばあさん。おばさんかわかんないけど、頑張れ。あ、人形貸してくれたから頑張りますだって、かわいいね。うん、これさ、家ほとんど燃え、待って、なんかある。ほとんど燃え、なんか燃やさなかったらこれいっぱい入れるとこがあったって感じ？そういうこと？ああ、上の子にあげたのは彼女ね。素敵。うん。ここ燃やしちゃったからごめんね。それな、そうだよな、ごめん、ほんと。私が悪い。うん。はあ。テリオル家にいるのやめたら。なんかあんま言いたくないけどガチで弱いと思う。なんだろう、あのこんなこと言っちゃいけないけど、あの人の意志が弱そうすぎてちょっとダメだと思う。難しいな。いやマジでね、期待できない本当に。なんかある？なんもないね。はい、じゃあちょっと戻りますか。うん、一通り全部回った。上行ってないわ。うん、そうだよね、屋台ね。ごめんね、ほんと。よいしょ。私はやっぱり、あの、女性陣と同じ意見なので、ちょっと、テリオル寮には行きません。私は。ああそうだね、これだね。確かに。うん、難しいですな。シルビオの様子に何かおかしなところ。おかしいおかしい。うん、忠誠心本当よ。本気なのですか。
まあしょうがないよ、だって御三家の関係に関しては。はい。問題ではありません。利用すればいいのです。今そうだよ、使えるものは使うが大事だけど、一番下は違うな。うん、その場合、考え込んでる。だってセルノ、ロラは無理でしょう。いやマジでこれ、そう、助けに来なかったよ、それに、うわ微妙かも。セレノワ様どうしようかな。少し押せば説得できそうだ。はい、なるほど。それで、あ、戦力問題、くわ、ミスった、終わった、くわ、うわーどうしよう、やだこれダメかもしれない。ちょっとメンズの心にやっぱ響かせるのが難しかったですね。では投票を始めよう。テリオール家の提案に乗るか否か、それぞれの信念を天秤に預けてくれ。どうなるんだろう、不安だな。信じるぞ。お、ありがとうロラン、さすがです。若様のご意見に。あ、本当ベネディクト、ありがとう。どうだろう、セレノア様のご意見に。ああ、みんな従ってくれてありがとうね、みんな大好き。お許しくだされ。もうバイバイ。なんかエラドールと私本当意見が合わないんだと思う。なんか前もそうだったよね。信念の天秤よ、我らの選んだ道を示せ。エラドールバイバイだわ、悲しいけど。ほら道は定められた。我らはテリオール家の提案を断り、単独で戦うこととする。うわ誰か盛り上がってあげてよ。帰って帰って、さっさと。しっし。そんな、この王国の危機に座して指を加えて待つと申されるか。決まったことです。どうかお引き取り願いたい。できん。今からでも考え直せ。このままでは我らまでもエスフロストに。我らまでも何ですか。ほらね、ほらね、ほらね。どうかお引き取りを。我らは戦える状態にはないのです。互いの道の先が奈落でないことを祈ろう。あんたの先は奈落よ。やっぱそうよ、ほら信用しなくてよかった。どう見たって怪しいもの、あのおじさんね。ちょっと分けとこうか。
まあ、ただこれがね、辛い道へ進むのかどうかだよね。孤立するウォルホート家に御三家の一角シルビオ・テリオールがロランの保護を申し出た。だがセレノアは単独で戦う道を選ぶ。立ち去るシルビオの目には不穏な影があった。周辺とかあるんだ。へえ。不穏な影って何？は？やめ！そこまでだ、ルーフ。貴様の手下はふぬけ揃いだな。まるで歯応えがない。その不満はウォルホート家にぶつけろ。すぐに奴らの城を攻める。うわ、ムカつく。つまりせこい罠を見破られたのか。道化芝居ご苦労だったな。げっ、賞金稼ぎなどに私の苦労がわかるものか。ロランを捕らえねば我が家も潰されてしまうのだ。貴様はその悪名通りの仕事をしろ。任せろ。王子以外全員殺せばいいんだろ。なるほどね。あのよくわかんない武器持ってるやつはもうコテンパンに倒します。私あれ、まだ攻めてこないの？今回戦えると思ってたんだけど。戦いたいな。あれ、あんたたち、グリンブルクがエスフロストに占領されちまうと人生先のことはわからねえな。いい声ね。エスフロストはロラン王子にすごい賞金をかけたそうだよ。と捕まえれば大儲けできる。王族を誘拐するなら面白いが、滅びかけの国の王子ってのはな。差し出したら命はないだろうしね。賞金は魅力的だけどな。賞金は魅力的だけどね。なんか根はいいやつなんだろうなこいつらな。これらなんか声優さん的には豪華なんだから仲間にならないのかしら。ねえ、なりそうなもんよね。総帥、どうかウォルホートとの再戦許可を。次こそは勝利してみせます。ウォルホート家にはすでに次の手を打った。ちょうどいい駒がすり寄ってきてな。やはり警戒すべきは身内ということだ。アブローラ、お前は残る御三家ファルクスを落とせ。ファルクス家当主のランドロイは音に聞こえた弓の名手。煙鉄大戦人、お前の死に文字通り一矢報いた男だ。勝てるか。必ずよ。え、最悪。ちょっと殺さないでよ。あの人いい人だと思ってんだから。なんかいい人ほどやっぱ死ぬわよね。嫌だな。生きてほしい。テリオール軍が我が領に侵入しただと。先行部隊はすでにウォルホート城に近づいています。本隊もほどなく到着する模様です。何か裏があるとは思っていたが、協力を申し出た直後によくも。忍び込ませた患者からの報告では、シルビオ殿がエスプロストと接触していたようです。さすがは風見鳥とあだ名されるだけのことはある。全ては我らを討つための計略だったのでしょう。ロラン王子を捕らえエスフロストに差し出すためにか。さらにテリオール家はルーフーという用心棒を雇ったようです。何者だそいつは。英雄殺しと名乗る賞金稼ぎです。
大義も忠義も持たない無頼漢ですが、実際に名だたる武人を何人も討ち取っています。侮れない戦力かと。そのようなものまで。シルビオ殿は本気ということです。我らも対策を講じねば。わかった、皆を集めよう。え、どうしよう、残りの家燃やす？やだな、さすがにそれはやだよね。どこで戦うかによらない。だってここでは戦いたくないけど、なんか外で戦えないの？ねえ、広いところでさ。なんということだ、シルビオが裏切るなんて。目的は俺だな。はい、エスフロストに寝返るために手土産が必要だと考えたのでしょう。なんと嘆かわしい。かつての同胞と潰し合うことになろうと。でもあんたはそれと協力しようって選んでたからね。干渉に浸る暇はないぞ、エラドール。すでに敵はこの城に迫っている。むしろ逆だぜ。俺は今怒りに震えている。私もです。不忠義者ども、帰り討ちにしてやりましょう。また俺のために皆が。ロラン王子、我々は先手を取られてしまいました。しかも敵は元の身内、城下の仕掛けを知られている可能性も否定できない。おそらく城門の前で正面からぶつかることになるでしょう。総力戦です。私たちと共に戦ってください。今は悩んでいる場合ではありません。全員で力を合わせる時です。ああ、何としても切り抜けよう、みんなで。ロラン王子は出ない方がいいって。戦闘だってどうせあるでしょう、ロランの死亡みたいな。ゲームオーバーのあれ。あ、ここで戦うのね。オッケーオッケー。でもこれさ、上から戦う感じでしょ？だから割とそんなに苦労はしないと思うんだけど、どう？ね、上から上がってくる方が絶対大変でしょ、こういうのって。うん、頑張ろうね、みんなね。うん、降りれない。え、手紙？英雄殺しが何よって感じよね、本当に。英雄殺しを倒す、まあ、分かる、気持ち分かるけど耐えて。そうだね、ここで耐えれなかったらもう負けだもんね。冷静にどう思ってるかって、どうも思ってないわ別に。いやマジでこれ、うん、韓国で戦うのは良くないと思う。難しいな、なんか。何の意味があるのかってやったら特に意味はないわよ。戦いですよ。ただもう25分ぐらいなんだよね。まあいっか、戦うか。長くはなると思うけど。よし、推奨レベル12いける。あ、待って、あ、今下があった、下。あ、まあいっか。シルビオ殿、
こんな形で再会するとは残念だ。そうだそうだ、私もだよ、セレノア殿。思い直してロラン王子を渡してくれないかね。そうすれば私がグスタドルフ総帥に取りなしてやる。うぜえ。断る。どんなに向かい風が吹こうともウォルホート家は信じる道を進む。ほう、どこぞの風見鳥とは違うな。くっ、宙に浮いたところで現実は変わらんぞ。負ければ何も残らない。家も忠義も信念も命さえもな。ならばお前を撃って守り抜くまでシルビオ・テリオール。そうはいくか。あとは任せるぞルーフ。あとは任せるぞってお前戦えよ。全員叩きのめしてやるぜ。何、あいつ戦わないの？ムカつく。戦いもしないのにあんな威張ってたの？許せない。その兵士とかね、あれしたいんだけどね。私ちょっと一回詰め所行っていい？くそ、誰に頼めばいいんだろう。イエンス君ね、なかなか私ね使ってあげられないなって思ってる。正直。お、できる、できるよ。はい、あ、できるよ、はい。やっぱセレナは強くないとね。やばい、セレナばっかりあげちゃった。あげたいなっていう人あげよう。私彼女彼女なんだけど。え、かわいい、ラケット変えたい。あとはね、木材なんだ。コーレンティンはあげておきたい、うん。え、待って、コーレンティンいける？いけるじゃん。やった。これはコーレンティン強くなったぞ。これ色ついてる人があげれる人？そういうことよね。HP 確かに少ないもんな。大丈夫？なんかすごいやっちゃったけど、いろいろと。まあ、いっか。よし、行くぞ。みんな行くぞ。なんか降りちゃった、ごめん。まあ、誰出すかだよね。出せるユニット数が 10でしょ。で、いらないなって思う人もいるから。あ、ロナ別に抜いてもいいの？なるほどね。行きましょう。この命託します。ちょっと待ってよ。いや、ユリオはね、違うのよ。あ、ま、なんでいるの？命に変えて。うわ、どうしよう。ベネディクト抜いてもいいかな。行ってきます。本来ベネディクト絶対いた方がいいんだけど、私がうまく、いや、承知しました。こうするか。いや、でもな、かしこまりました。ってなった時に、ここにあんたたち二人はもう無謀だよ。
さてよ、もうちょっと強い人、強い人ここに置きたいんだけど、セレノアこっち行こう、じゃないと突っ込まれた時にねきついもんね。魔法二人ここにいるのもちょっと謎ではあるよね。こんな感じでいいですかね。はい、よし、やってやろうじゃない。よろず屋行くの忘れた。まあいいや、ウォルフォートがこれほどまで痛めつけられたとは。疲弊しきった今こそ叩く好機。鬱陶しい。さあ殺し合いだ。ウォルフォートの息がかかった者は血祭りにあげろ。シルビオの軍勢が来るぞ、みんな戦いに備えろ。むやみに出るな、千鳥を行かせ。高所にいるのは我らだ。仕事の時間です。そうなのよ、だからあんまりねそんなパッパパッパと動くもんじゃないわよ、うん、捕まえてね。壊さないでよ。行くぞ。生きたよ。強。行きます。待って、あそこに弓いるんだ。そっか、ちょっと鬱陶しいな弓がな。この距離なら。やめてよ。負けられない。はぁ、よいしょ。似たい奴からかかってこい。このルーフ、逃げも隠れもせんぞ。腰抜けどもが、高所から囲めば俺に勝てるとでも思ったか。うぜえ。うわ。うわ。やってやる。いけ。僕の魔法です。よし。どこに行こうかな。どんなもんだ。嘘。冷静に行くぞ。嘘でしょ。待って、届かない。届いた。傷を癒し。助かった。仕事にかかります。うわ、敵来てんねよな。燃やす燃やす燃やす。え、ちょっと待って、これ何、これダメ、これだけ。私の魔法で。私の番ですね。よし。やめろよ。うわ、一気に狙われるのきついな。行きます。
めろよ。クソ狙えないのか。仕留めます。あそこにいる弓をちょっと落としたいんだけど、2人いるでしょ。こいつちょっと暗闇入れたい。距離ならなあ。どこから攻めるか。とどめ。私ですね。嫌な感じだ。前に出すぎかなこれは。そうだよな。ミス。やべやべやべ。でこいちゃん、僕の番か。やべやべやべ。まだ終わりじゃない。待って、きついんだけど。行きますか。傷を癒すか。助かる。希望への一歩です。来たよ。焼き尽くします。それではよし。オッケー。ご命令を。お命令を。はっ、片付けます。オッケー、行くぞ。とりあえず結構落とせたよね。どうしよっかな。普通に前出る必要がないよね。王子ちょっと全然うまく使えてない、ごめん。上がってきたし、キモ。殺しも楽しめんからな。暗闇入んないの。さあ行こう。本で殴ってきた、意外。ちょっと待って、こっちにいるのよくないな今思ったけど。そうだよね。くそ、ちょっと待ってよ。天より狙い。やった。私の番だね。これこっち行けないの。入れなくもないのか。それ壊せば、壊してまで入りたいかって話よね。こっから安全圏から物を投げます。えい。よし、ナイスです。回復はお任せを。真ん中ら辺にいようか。加速の魔法自分でかけといて。速さを付与します。お任せください。はい、やった。でこいちゃん、で今何もできないのでこのままでいいや。始めましょう。行くぞ。どうしてあげたらいい。いやこっちに入りたいけど入れないしなっていう。
これ叩くこともできないの？叩くはできる。ちっちゃん見てるか。よし、うわこっち来ようとしてる、クソったれ。はい、まだいける。手応えを感じます。よし、ステルスします。シルビオも姿がない。この後に及んで高みの見物を決め込むつもりか。どこまでも卑怯な男、奴の手勢を押し返し必ず報いを受けさせるぞ。俺は負けん。うわ結構来てるよ。うわ壊すなよそれ、やめろよ。制してみせましょう。いやーちょっと結構きつくなってきてるよね。これで動けなくするのが一番いいんじゃないかなって。この人とか特にね。ライター終わらせましょう。逃がさない。よし、永久の成果。ギリ届くかな。うん。どこに行こうかな。どこに行こうかな。物を投げます。風もいいんじゃない？えい！さあ、行こう！はあ！冷静に行きましょう。ユリオの回復をしてあげたいんだが、届かないよな。そうだよね、届かないわ、ごめん。ちょっととりあえず何もしない。やってやる。うわーどうしよう、壊しちゃったら来るかな、こっちに来たら終わりだもんね。だったらこれか。イカズチよ。オッケー、デコちゃんやめてよ、変なことしないでよ。一旦回復しに戻ろう。使います。おめでとう、決めてこい。はい、行くぞ。覚悟。もうちょっとダメだ、何もできない。そっち行ったよ。何？ウォルホートの名にかけて。なんとかそっち行きたいよね。頑張ります。この子はね、デコイちゃんがそこにいる意味がないから、デコイちゃんはここに。うん、ちょっと冷静に行きましょう。で、王子の回復を。傷を癒す。はい、どこへ飛びましょうか。ね、
あれはさすがに王子でいけるから、こいつ落とすか。スイッチライター。じゃじゃ見てろよ。壊すか。学んだ力、今こそ。私の番ですね。お任せください。ユリオ。勝たせていただく。よし。行くぞ。いや、突っ込むのは怖いな。ちょっと一回戻ろう。バイバーイ。壊れた。始まってやるよ。うわ、強いよ。学んだ力、今こそ。嘘。めっちゃ強かったんだが。焼き尽くします。私の番ですね。みんな行くよ。どんどん行くよ。凍りつける。ウォルホートの名にかけて。ちょっと待って、こいつ邪魔だな。はぁ、手応えあり。どこに行こうかな。そいつ倒そう。あ、木が邪魔。もう木。待ってよ。どこ移動できる？じゃあここ行こう。ここで。えい。えい。私のできることを。傷を癒す。ありがとうございます。制して見せましょう。とりあえずあいつ倒しきれないからな。あ、いける、いけるかも。うん、ライター。よし、じゃあ見てろよ。どうする、何する。すごい微妙な位置にいるからさ。こいつ落とすか。無謀か、一人で行くのは。さすがに上。よし、俺は負けんよ。お任せください。分け与えたい。あ、これ離れててもいいの。じゃあこっからやろう。決めてこいよ。お願いします。私にできること。助かります。とりあえず壁として立ててもらおう。倒しがいがありそう。立ち割ってやるよ。うえ、つえ。来ないでよ、こっち。最悪。どこから攻めるか。ちょっと待って、自分で回復していこうも。使うぞ。頑張ります。頑張ります。行け。えい。よし、行くぞ。で、こっから、あ、届かない。よし、学んだ力、今こそ。私の魔法で始めましょう。いや、怖え。
いや怖いよこれは。参ります。こいつ落とすね。ちょっと鬱陶しそうだから片付けます。冷静に行きましょう。そうね、冷静に行きましょう。いやでもユリオくん回復してあげないとなっていうのもあるんだけど、ちょっとユリオくんはもう置いとくか。そうだね、仕方ね。加速の魔法を、はい、この木を生かしてください。助かる。仕留めます。力を奪えば。お、入った、ナイス。いった。まだやるべきことが。燃えちゃう燃えちゃう。あー、どうしようかな。ここにいようか。使います。はい、行くぞ。動かないっていうのもね、作戦ですよ。うん、この槍を受けよう。この力を平和のために。エデモン、何今の。仕事の時間です。ちょっとこれ倒そうね。あとは任せろ。今だ。オッケー。ウォルホートの名にかけて行きます。天より狙い撃つ。研究の成果を凍りつける。どこへ飛びましょうか。間違えた。何に攻撃してんの今。ねえ、あ、デコイちゃんさ、こっち行ったら、この子の使い方はこれで合ってるのかどうか私わかんないけど、私の魔法で一応ね、いい感じよ。僕の番だな。届かないか。そうか。ここで、はい、私のできることを。誰か回復いる人いる？意外といない。うん、これで傷。ありがとう。いいね、ありがとうの言い方がいいよね。すごく爽やかだよね。好青年って感じ。行くぞこの野郎。よし、狙い通りです。出番だな。いけそういけそう。てめえが王族の生き残りか。弱そうな面してんな。その言葉そのままお返しするんですけど、レグナ王も不憫だな。不甲斐ない跡取りを残して首をはねられたとは。貴様、俺のことはいい、だが父を愚弄することは許さない。このなめんなよって。こっちなんか幼女いるのよ。幼女させるか。幼女パイセン強いんだぞって。本当に皆を導くために。仕事の時間です。勝ったねこれね。申し訳ないけど勝ったよね。しのびます。この高さ、ウォルホートの名にかけて、とどめ。イエーイ。なるほど、これがウォルホートの実力か。認めてやる。今日は俺の負けだ。あ、誰も死んでない。すごいいい戦い方しましたね今回はね。やっぱあの物を投げるってのはいいですね。うん、さすがだな。これほどの手応えは久々だぜ。バカな、まだこんな力を残していたとは。
負けたら何も残らない。その通りでしたね。何を勝ち誇っている。私を殺しても得をするのはエスフロストだ。私は屈辱に耐えて御三家の名を残そうとしたのだ。それなのに欲も。言い訳は結構。私は本気だ。お前たちが御三家の未来を断ち切ったのだ。私が生き残れば栄光の御三家は滅びない。報酬はまだだぞシルビオ。逃がすか。追います。いや、いい。兵も大義も失い、もう再起はできないはず。問題ないでしょう。それもあるが、できれば手にしたくはないのだ。身内殺しの汚名など。でも倒したかったな。なんかちょっと腹立つじゃない、やっぱりね。中編が終わったのね。この後があるのね。シルビオ・テリオールはウォルホート家の前に敗れ去った。一方で勝利を収めたウォルホート家も度重なる戦いによって疲弊は大きく、グスタドルフ総帥の筋書き通り両家の勢力は急激に衰えていった。その裏では残された御三家の一角ランドロイ・ファルクスがアブローラ将軍と相対して。大丈夫かな。後編、大丈夫なのかしら、不安だわね。はい、ということでですね、今回はこの辺で一旦終わろうかなと思います。今回は推奨レベルにね、みんなが達してたのが良かったですね。はい、ということでこれで終わりたいと思います。バイバイ。